ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がマセラティギブリ S 2019年式12000キロこちらの車両になります。今回はギブリを見直そうの回、はい、はい、ですね。見直そうというとなんか今までダメだったみたいななんか語弊があるように感じるかもしれないですけど、もう一回見直してもこんなにいい車なんじゃないかなという回にできれば、魅力を再発見しようの回でお届けしたいと思います。で、まずその車の仕様動向の前に、はい、多分僕の個人的な感想ですよ、はい、おそらくギブリで一番皆さん懸念されているのは、うん、この寸法とあとイタリア車どうなのっていうとこじゃないかなっていう。そうですね、はい、この2点かなり大きいんじゃないかな、はい、で寸法がやっぱり結構これネックになってくる方多いですよね。そうパッと見でちょっとそんなに大きく見えないように見られがちなんですけど、実際のサイズ寸法の方が4985、はい、まあ、全長はまあまあまあ、まあまあ、で全幅の方がなんと1945あるということで、はいはい、で前後の方が1485、はい、で前幅の1945っていうのがもうこのクラス最大級、はい、もう言ったらもう一個上のセグメントでも大きいくらい、はい、もう S63 よりワイドなんですよね。そうです。だからもう2メートルにもほぼ近い、はい、SUV ぐらいの幅があるということで、はいはい、ここって結構気にされるお客様やっぱり多いですよね。多いんですかね。僕なんか1850超えちゃったらもう同じじゃない、あどれも一緒でしょうみたいな、同じでしょうっていう風な感覚ではいるんですけど、その駐車場問題なだけかなと思うんですけどね。あなるほど、はい、あとこれも僕個人的な意見なんですけど、うん、幅があるんで室内こうめちゃくちゃ広いように感じるじゃないですか、はいはい、でも実際そうでもないんですよね。ちょっと見直す回でいきなり最初からカウント入れましたちょっとだいぶ話が脱線していってますけど、だからその幅の分をなんかその居住性とか、 なんか室内空間というよりかはこのスタイリングに使ってる感ありません？スタイリング、そうですね、スタイリングももちろんそうですし、あとは走りですかね、走行性とかにも確かにワイドになってる分走りもだいぶ変わってくるのかなって、はい、だからここを良しとするのかどうか、魅力と取るのかどうかで結構車の評価が変わってきちゃうのかなと。あそういう点もありますね。でもここって本当に国産車とかドイツ車にない魅力じゃないですか、うん、と思いますね、はい、もう本当にコンパクトに作ろうと思えば別に作れるけど、うんうん、あえてそこちゃんとワイドに作ってこうスタイリング重視してっていうのはこのイタリア車の一つ魅力かなと、はい、そしてもう一つはその先ほどもちょっと話出ましたけど故障のところ、はい、ここズバリ小島さんに僕個人的にも聞きたいんですけど、はい、どうですか？ギブリですか？ギブリは私も何台も収めさせていただいてますけど、ギブリでね、僕にハマったなとかそういうのはね、あんまりないですね、うん、でそれも僕今回いろいろメカニズム的なとことか室内とか調べたら、ね、結構本当にいろんな車に使われてるその仕組みだったりとかっていうのが車に入ってるんですよ、はい、だからいいとこ取りな部分もありますよね、はい、だから結構その耐久性だったり信頼性はかなり高いんじゃないかなっていう、うん、思いますけどね。ですよね、はい、なんで、まあ、非常に魅力的な1台に見直すとなってくるのかな、はいはい、でもう一つ魅力的なのが価格がかなり落ち着いてるんですよね。そう、そこなんですよ。今回の見直しの一つのポイントはやっぱり、まあ、今回ねグランスポーツっていうところから始まりますけど、まあ、年式からしたら結構幅広くも出てるじゃないですか。その、まあ、ある程度年数経ってる車も結構この価格でこの価格っていうの出てたりするんで、まあ、そういうところも見てもらえればなと思いますね。結構中古車市場で見るとびっくり価格ですよね。まあまあそうですね。この内容をこの車がこの価格なのっていう、はいはいはい、ただそんな中でも、はい、今回ご紹介させていただくこの中期、はいはい、中期型のギブリ S はかなりおすすめなんですよ、はい、もうドストライクストレートなところだと思いますね、はい、まあ、この中期でグランスポーツを逆に選んでくださいというところだとは思いますね、はい、で改めて整理させていただくと、まあ、スノーギブリとギブリ S と、はいはい、あともう一個上 の, そのトロフェオ、はい、まあ、トロフェオはその特殊なエンジンついている特殊モデルそうですね、ということ で、ね、はい、多くの方がおそらくギブリ検討されていると、はい、スノーギブリかギブリ S だと思うんですけど、はい、今回ご紹介させていただいてこのギブリ S になるとこうエンジンがちょっとパワーアップしてたりとか、はい、装備が快適になってたりとか、はい、まあ、その辺もあるんでかなりおすすめになってそうですね、はい、あと今現行型も含め、前期中期後期っていう感じになってると思うんですけど、はいはい、スタイリングはあんまり変わんないんですよね。そうですね、中期後期はそんな、まあ、テールのようにさっきお話しました変わってる部分があるんですけど、まあ、前期中期のところがかなりこう改善されている部分があるので私はもう中期一押しな感じはしますね今は。
あのドイツ車みたいに前期と後期で全然か、うん、この車の形が違うとかっていうこともないんで、そうですね、はい、まあ、その辺も乗りやすさの一因なのかなと、うんうん、あります、ね、でそんな中でも中期なんで、まあ、いろいろこう新しいパーツついてたりとか、はい、いろいろ見直されてると。で細かいところで言うと、はい、まあ、グリルが中期以降変わってたりだとか、はい、ヘッドライトも中期以降違うんです、ね、変わりますね、はい、なんでその辺の新しいスタイリングになってると。形いいっすよ ね、 そうですね。ただちょっと毎回申し上げてるんですけども、ちょっとバンパーの位置はイタリア車全般もうちょっとなんなんとかなんないのかなっていうでもこれでもさ どうする、どこにつける、ちょっと専用のせいでもうちょっと上なのかなっていう。グランツなんかもうひどいじゃないですか、あれもう。でも、はい、これでも結局グランツにないこのセンサーがあるじゃないですか。あ、そうですね、その関係でやっぱりここはギリギリなんじゃないかなと思いますね。なるほど、まあ、こんな感じのスタイリングになって。グランツもそうじゃないですか、イタリア車もう特にそうですけど、そのセンサーって異様に敏感だったりとかするじゃないですか。あ、そうですね。だからよくあるあるで駐車場、あ、駐車場赤信号止まった瞬間センサー鳴っちゃいますよとかってあるじゃないですか、はい、隣の車が並んだらピーなんてなっちゃったりするんで、はい、まあ、その辺はあるあるです。ありますよね、まあ、こんなスタイリングになってる、はい、そして今回の車はプチカスタムというか、はい、そうですね、だからここのプチカスタムの点もやっぱりこう皆さん参考にしていただきたい点でもあるんですよね。だからまあある程度価格が抑えられた車でプチカスタムをしてちょっとまた違ったギブリに変えていくっていうのも一つの楽しみだと思いますので、ちょっと個性を出して、はい、個性他と違った感じにして乗るっていうのはかなりいい、はい、で今回の車は少しいじってあるんですよね、はい、グリルがですかね、はい、塗ってあります。これ真っ黒黒になってる、はい、これでも全然意味違くないですか。縦フィンだけですか、これ横もすか、うです、ね、こうバラして塗ってるので。あ、なるほど、はい、で全部真っ黒になってる、はい、これだいぶスポーティーですね。スポーティーですね、はい、ただあんまりこうやってる感ないんで、あの純正の車と並んだ時に違いが分かるぐらいの感じなんで、ね、はい、本当に純正のブラックパッケージみたいな。そうですね、はい、この辺の車ってあんまりちょっとこう分かりやすいカスタマイズしちゃうと、うん、ちょっと若者感出ちゃいますね。そうですね、だからイタリア車ってやっぱりいじり方によって全然変わってきちゃいますんで、さじ加減大事ですよね。さじ加減大事ですね。というわけで今回はこの辺が黒く、はい、他はノーマルですもんね。そうですね、この辺だったらこの辺は最初から黒いと、はい、そして早速横に回ってきてもいいでしょうか。で今回はギブリ S ということで専用のホイールこちらが装着されていると。でこの辺もいじってもいいのかなと。僕いろいろこのギブリに似合うホイール合うホイールいろいろ調べたんですけど、うん、今結構ないんですね。物がない。ないんですよ。専用のホイールだったりとかっていうのも過去ラインナップがあったりしたんですけど、軒並み生産終了なんですよ。あ、そうですか。それは何ですか、人気ないからですか。いや、出たての頃にいろいろラインナップされたんですけど、うん、結局そのまま生産終了になっちゃったのもあって、まあ、ノビテックなんかもホイールがあったんですけど、うん、それを今生産終了で買えないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だからその辺履きたいなと思ったんですけど、はい、もしやるとすれば、うん、アメリカ製単造ホイールとか、うん、まあ、あとその他メーカーのホイールになってくるんですけど、うん、結構価格がこう高くなっちゃうじゃないですか、うん、なんでまあこの辺このまま履いてスペーサーとローダウンだけで調整するってかなりいいんじゃないかなと。あ、でもいいですよね。で今回はこちらのオプションの21インチが装着されてる、はい、もう車がでかすぎるんで21インチに見えないですけど、普通ですよね、はい、こんな感じ。じゃあインジャンプすると22とか入れようと思うと入っちゃうんですか、はい、こんな感じになっております。でタイヤ24535でタイヤは P0 ですね、はい、でこれ純正 の、 あの新車装着のタイヤですよね、はいはい、なんで山もまだ全然あります。そして今回車高だったりは下げてないですよね。はい、車高はいじってないです、まあ、この辺もいろいろものがあるんで、はいはい、ダウンスプリングだったりとかで調整していただいてもいいのかな。あれダウンスプリングのギブリって落とした時って結構あれじゃないですか、落とし方によっては結構乗り心地悪くなるって聞いたことないですか。ああ、それはあるかもしれないです、ね、だからそこはちょっと要ショップの担当者の方とよく話していただいたほうが、ね、結構安いホイール、まあ、ないと思うんですけどそれで下げちゃったらそうですね、まあ、乗り心地も大きく影響するので、はい、で特に21インチで扁平も最初から結構薄いんで、まあ、この辺は乗り心地にも少なからず影響するって、まあ、ご相談いただければ。ただこのワイドなボディが車高を低くなってみてくださいよ、うん、めちゃくちゃ迫力ありますよ多分ね。これでこれよちょっと から見ここの前からこう見てもらうとちょっと考えますね。このラインですよね。このラインで後ろタイヤがパツンって出てたらこれ迫力めちゃくちゃかっこいいと思います、うん、すごいと思います、はい、もう何だったら本当にスペーサーだけでもいいぐらいな感じしますけども、うん、このやっぱり大きいボディだってこれ E セグメントなんですよね一応。そうですね、 E クラスとか5シリーズとかそうそうそう、はい、あのセグメントなのに、はい、もうこの幅でバチンって下げたらめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなっていう、はい、そして定番のこの3連ダクトと、あとは今回トリムオプションがグランスポーツということで、はい、まあ言ったらこれラグジュアリーとスポーツみたいなそんな感じですよね、はい、スポーティーな方のトリムオプションになってると。
あとは各部黒くもなってますんで、はい、かなり引き締まった印象かなと。これもねモールは黒くしてますからね。あ、これ黒くしてるんですか。はい、してます。なるほど、これはペイントですか。はい、ペイントです。なるほど、じゃあこの辺なんかもこれ分かんないですね、だから、はい、分かんないです。はい、あれオプションでこれ黒いなんかパッケージかなんかあったんですかっていうぐらい、はい、そのぐらい自然になってると。で細かいところですけど、今回の車はこの辺がちょっとカーボンルックになってたりとか、はい、こっちはカーボンのカバーですよね。はい、その辺なんかのプチドレスアップもしてあると、はい、でサンルーフ、これオプションですか。オプションです。オプションのサンルーフもついてると、はい、いいっすねスタイリングが、はい、そして後ろもこんな感じで295/30/21インチということで、こちらも装着されております。でブレーキもだって最初からでかいじゃないですか。そうですね。でなかなかだってこのサイズのキャリパーが入ってるのをドイツ車で探そうとすると、はい、うん、多分トップレンジか、そうですね、もしくは1個手前のグレード、うん、じゃないと入ってなくないですか、うん、だそれがギブリ S で全部ついてきてるということで、うん、こちらになっております。はい、続いてトランク見てみたいと思います。トランクは当然足で開くのが前回やらかしましたからね。はい、はい、一応パワートランクになっております。そして結構容量ありますよね。ここは幅が生きてるかな感が、そこは幅でも、幅はそうでもないじゃないですか。そうでもないですかね、うん、割と幅がある印象ですけれども、うん、そして奥行きも結構ありますね、はい、じゃあ小島チェック入ります、はい、小島チェックどうですか。あ、ここはねやっぱり大きさ、余裕とはいかないですね。いやでも結構奥行きやっぱあるなって感じしますよ。そうですね、はい、まあ、いつもあのクラブも刺さってなきゃカバーもついてないと怒られますけども、うん、まあ、ここからクラブが飛び出てカバーがつくことを考えると、はい、結構いっぱいいっぱいかなと、はい、でこれトランクスルーはないですもんね。ないですね、はい、だちょっとこの辺はやっぱりスタイリング重視的なところが大きいのかなと、うんうん、はいはい、まあ、ボストンバッグだったりとかっていうのは大型のも入りますし、うん、スーツケースなんかも全然いきますから、ね、そうね、旅行はね、そうですね、ゴルフは、ね、ゴルフは三角マークですね。三角ですね。ゴルファーお二人で、そうですね、行ってください。そしてこの下もこんな感じで、まあ、収納というべきか、一応しかもスペアタイヤなんですね、うん、最近みんなパンク修理キットじゃないですか。修理キットですね、それ今回は、スペアタイヤ、はいはい、そしてあとこの脇からバッテリーの充電のやつが出ているということで、はいはい、あんまり乗らない車でもないと思うんですけど、まあ、つないでいていただければ。これはね後からつけたんですよ。あ、そうなんですか、はい、ちなみにこのバッテリーメンテナーはついてくるんですか。ついてこないです。あ、ついてこないですね、はい、じゃあ端子だけということで、はい、あ、物を購入していただいた方がいいかなと、はい、こんな感じのトランクになっております。じゃあ続いて内装なんですけども、その前にこちらのキーがギブリのキーになります。結構重量があるんですけど、こちらなんと20万円近くするそうです。なんで落としたりだとかなくしたりとかっていうのは極力注意していただいた方がいいんじゃないかなと。今回当然スペアキー含めて2個ついてきます。続いて内装を見てみたいと思います。結構ドア重たいんですよね。重たくないですか。ドアね、しっかりしてますよ、はい、かなりしっかりしてますよね、はい、あ、そしてソフトクローズもついてると、はい、ソフトクローズ、この辺標準でしたっけ。標準です。だいぶいいっすね。いいんですよ、はい、そして内装をご覧ください。内装がこれ、この赤ステッチとヘッドレストのトライデントと、はい、この内装もないと思うんですよ。ドイツ車とか国産車じゃん。あ、こういうね、ここまでだってダッシュボード全部レザーで、はい、その色のステッチも入ってて、うん、でなかなかなくないですか。あ、そうですね、そう考えると、まあ、オプションとかではもちろんあるかもしれないですけどね。そうっすよね、うん、なんかインテリアのオプション入れないとないとか、うん、もしくは本当にトップレンジじゃないと、うん、ダッシュボードレザーにならないとかなるんですけど、それがギブリ S でこの内装になると、はい、そしてヘッドレストはこのトライデントの刺繍が入ってたり、この辺もだからヘッドレストに刺繍が入るのなんて多分ポルシェのオプションぐらい、あとはパッケージが何か入ってるとかトップレンジとかじゃないとあんまりないんじゃないかなと。そして今見ていただいてるこのシートがなんとポルトロナフラウ製のシートということで、はい、あれですよね、フェラーリとかの内装を手掛けてるイタリアの高級家具メーカーですよね、うん、あ、そうなんだ。そうです、はい、あのフェラーリのインテリアとかバラすと後ろにポルトローナフラウってステッカー貼ってあるんですよ、うんうんうん、だそこのメーカーと一緒ってことですよ。あ、これ同じなんだ。一緒らしいですよ。あ、そうなんだ、はい、まあ、イタリアといえばそのポルトローナフラウ、はい、車の内装とかもやってるということで、うん、だここがだからなんかついてくるすごくないですか。だからそれでさっきの最初に話した、ね、プライスを考えたら、いやいや、だから冷静に考えたらすごいんですよね、だから、ね、イタリア車って、ね、うんうん、だからなんかちょっとしたことで、うん、まあ、すごい語弊のある言い方ですけど損してるなと思って、ね、幅とかなんかその
いやイメージ 国的にそうイメージ的にイメージ的にね、なんかイタリア車ってちょっとやっぱり台数も少ないんで、うんうん、まあその信頼性だったりとかどうなのっていうのが割と損しちゃってる気がするんですよ、ね、なんか一個ずつ見直すとかなり手が入ってると、こんな感じのインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います。で乗ってみる前に、はい、これ窓ガラスもフロントだけですけど合わせガラスなんですね。そうなんです、はい、ここもだからなかなか国産とかドイツ御三家じゃなかなかないんじゃないかなっていう、グレード的にね、やっぱりハイグレードじゃないとないです、ね、もっと上のグレードに行かないとついてこないですよね、はい、というわけでもう遮音性だったりだとか、はいはい、その辺なんかも高いこの合わせガラス、これフロントだけですよね。フロントだけです。続いて乗ってみます。え、開口部もこんなでかかったでしたっけ、うん、でかいですね、はい、乗りやすい。そしてシートは一般的な調整プラス 4A のナンバーサポートっていう感じです。そしてあシート結構ゆったりですね。ゆったりです、はい、なんかスポーツシートっぽいですけど乗り心地そういう感じしないですよね。そうですね、ここもかなり低いんで、うん、横もそんなに張り出してないんで見た目以上に割とゆったりな感じのシートです。で全体的にはちょっと固めですかね。固めだと思います、はい、結構反発がある感じです。でちょっと思ったんですけどちょっとレザーはちょっとこの経年劣化が出やすいのかなっていう、うん、イタリア車ってさ、これってさっていかないんですけど、はい、なんか基本的になんかイメージで革がやっぱ薄いイメージがあるんですよね。ドイツ車って結構硬い、はい、厚いイメージがあるんですけど、はいはいはい、イタリア車って結構ねやっぱ年数経ってくるとその角とかそういうところがここっすよね。そう出ちゃうんですよね。これちょっと出ますよね。出るんですよ、ね、BM のあのダコタとか、はいはいはい、あの辺でめちゃくちゃ丈夫じゃないですか。そう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 、でやっぱりイタリア車のレザーだと少しこの辺が使用感が出てるのかなと。使用感が出てるんで、はい、だからやっぱりその変な話余談になりますけど色のカラー赤だったりとかあのベージュだったりとかって結構やっぱり汚れがあなおさら目立っちゃう、目立っちゃったりするんで、まあ、それにメンテナンスもできますからね、はい、あなるほど、はい、ご相談いただければということで。そしてステアリングはこんな感じでちょっと大きめな気がしますいつも思うんですけど、うん、そしてこの下からこのグリップのところまではパンチング細かいアウディみたいな細かいパンチングです。で上レザーになってると。でステッチなんかも全部黒、そしてこの辺マルチファンクション的な、最近この辺もすっごい賑やかじゃないですか。そうね、で挙句なんか全部スイッチがくっついちゃって、うん、なんか操作感もちょっと怪しいの増えてるじゃないですか、うん、だからこの辺の年式すっごいいいと思うんですよね。シンプルね。シンプルですよね、うん、そしてパドルはおなじみのこの大きいパドル、うん、この辺もだからスーパーカーかっていうぐらいのこのサイズ感じゃないですか、うん、操作感も金属でも重たいし、うん、これいいっすよね。パドル好きな土はいやいやもう100点120点満点しかもこれステアリングについてこないタイプですよね、うん、だからフェラーリとかその辺と同じこちらのパドルになってると。そしてメーターもアナログですやっぱり、はい、そして真ん中にインフォメーションがついてるこちらのタイプ、うん、はい、え、なんかいいっすねやっぱりこの辺の年代って。もう最近のってみんなデジタルじゃないですか、うん、はい、なんかちゃんとアナログ感がしっかり残ってるこちらのメーターになっております。そしてダッシュボードなんかも全部レザー、だってこの辺もだからないっすよね、この下までっすよだって、うん、このコモノイドの蓋まで、はい、でこの辺なんかの質感すごくいいし、ドアなんかも半分から上全部レザーですから、レザーですね、だこの辺もイタリア車ならではじゃないですか、はい、そして今回オプションのハーマンカードン、はいはい、こちらがついてると。そしてナビ関係ていうかこの辺のナビ関係だったりだとか、あとこっちのライトのスイッチ類、うん、この辺なんかがそのクライスラーのパーツが使われてるんですよね。どこかでね見たことあるかなっていう印象はありますけどね。フィアットだったりクライスラーが全部同じグループなんですよね。グループですね、はい、なんでこの辺が僕調べたらなんかジープのチェロキーとかと全く一緒なんですよね、うんうん、このスイッチ、はい、まあ、トリムとかいうトリムというかこの周りの装飾なんかはちょっと違ったりしますけど、うん、レイアウトとスイッチが全部一緒で、もっと言ったらパワーウィンドウのスイッチも全く一緒なんですよね。そうね、ここにメッキがあるかないか、メッキがあるかないかの違いなんですよね。だからもうフォーメーションとか全部一緒、うん、だ逆にこれ言うと、うん、あのめちゃくちゃ信頼性高いんじゃないかな。そうですね、そういったところはね よく撮ってもらえればそうっすよね、いいと思います、はい、だからもう本当にこだわったオリジナルのが欲しいってなってくるとあれですけど、この辺はいい意味で他の車にも使われているところなんで、まあ、信頼性だったりとかっていうのはもう折り紙付きかなと。そしてナビの方はこんな感じで真ん中のこのトライデントを押してもらえば、まあ、ショートカットがいろいろ出てくると、リアのシェードなんかもついてる、はい、そしてサラウンドカメラなんかもついてるんで、まあ、この幅なんでこの辺必須かなと。で映りに関してはめちゃくちゃいいとは言わないですけど全然十分かなと。十分ですよ、はい、この1個前の世代になるとなんか防犯カメラみたいなそう、ね、まあ、メーカー名は言わないですけど、はいはい、映りのやつもあるじゃないですか、はいはい、全然そんなことないですよね、はい、だからこの辺が中期以降はこれになってるんで、
まあ、このユーザーインターフェースなんでかなり使いやすさもあるのかなと。でメディア関係は地デジなんかもしっかりついてきてますので、まあ、最近テレビ見る方ももしかしたらいらっしゃらないかもしれないですけど、この辺なんかも。そしてシートヒーターはついてる、はい、でベンチレーションはないんですよね。ないです、はい、で鍋に関してはこんな感じで、はい、この辺も、まあ、最近もっといいのもあるんですけど、全然使い勝手的には悪くないのかなって。まあ、でも実際今のさ、はい、いいって言ってもすごい細かかったり 3D になったりさ。あ、そうですね、見づらいだけな気がしますからね。まあ、使う分には十分かな、十分だと思います。そしてエアコンに関してはデュアルゾーンですか。いや3ゾーンだ。3ゾーンです。3ゾーンのエアコンがついてると、はい、そしてここがメディア関係ですよね。はい、はい、こんな感じで USB、AUX、そして SD カードが、はい、でここちょっと小物入れ的な感じになってる。秘密の小物です。はい、こんな感じになっております。はい、そしてシフトこんな感じと、うん、まあ、スポーツモードの切り替え、はい、ダンパーの切り替え、スカイフックサスペンションですね、はいはい、こちらになっている。でこの辺全部カーボンで、はい、折り目なんかこうちょっと独特な感じしますけど、うん、一応全部揃ってるんですね、はい、蓋閉じた時、はい、そしてここドリンクホルダー。ただドリンクホルダーは、うん、ここちょっと物申していいでしょうか、うん、イタリアです、うん、缶しか入らないかな、うん、なんかこうちょっと径が足りないなっていう、うん、はい、こちらのドリンクホルダー、はい、そしてここは、はい、小物入れで、はいはい、で今回マフラーの開け閉めのリモコンがついてるんで、はい、これでちょっと乗ってみたいと思います、はい、そしてこっちのアームレストは両側開くタイプ、そして USB と、ここもなんかドリンクホルダー的な感じになってるんですよね、うん、そしてここオンオフ、エアコンの風が入るようになったね、はいはい、これだけついております。あとちょっと触れておいてもらいたいのがシフトですね、はい、こう中期になるとこう曲がると。あれ前期ってこのシフトじゃないんでしたっけ。じゃないです、じゃないです。あのバックが入らない、バックがあのシフトです。あのシフトっすね。あのシフトです。だその辺が中期だとこう一般的な、はい、はいものになってるんで使いやすさもかなりアップしてる。なってます。だと僕的ポイントとしてはペダル、これもなかなかだと思うんですよ。これもこんなに豪華なのってオプションつけるとか、なんかトップレンジじゃないとこんなステンレスの全部カバーついてるってなかなかないじゃないですか。でフットレストもこの大きさっすよ。はい、ちょっとアメ車感をやっぱり少し感じますね。そう、なんかスイッチだったりだとか。それはクライスラーってイメージがあるからじゃないの。そうですかね、うん、はい、だからサイズ感だったりはあんまりこう何ですか、グローバルな感じしないというか、うん、日本人に少し合わせてない感じがしますよ ね、 ね、なんか寸法的なものだったりだとか、うん、車の、まあ、車体の寸法もそうですけど、室内空間に関しても、うん、そして天井に関してはこれオプションであれですよね、黒いあのアルカンのものもありますけど、うん、今回は標準のこのファブリックのインテリア、はい、でもバイザーもちゃんとムクムクのこのバイザーっすよ、はい、ビニールとかじゃないんですよ、はい、でも新車価格1000万オーバーですからね。そうっすよね。そうですよ。だそれが今の中古車相場ってめちゃくちゃお買い得だと思うんですよ、はい、ですね、そしてミラーもこのタイプ、はい、これもだから他の多分アメ車とかと多分共通じゃないかなって感じますよね。この辺でねちょっとね感じますよね、ちょっとあるね、はい、そして今回の車はこれレーダーですか、ドライブレコーダーですか。ドライブレコーダーもついてる、はい、あとサンルーフはこんな感じで、うん、はい、ちょっと開けてみていいですか。はい、ちょっと車体のサイズにしては少し小ぶりなかなっていう感じしますけど、はい、全然十分かなと、はい、でもさ、トランクがここにあるのって結構珍しくない？え、ここでトランク開けんすか？え、初めて見ました。初めて見ましたっていうか、初めて押しました。押した。はい、閉まるのは閉まらないです。開けるだけ。開けるだけなんですね。トランク開けるボタンもここについてると。あんまりだから本当に何度も言うんですけど、国産車とかドイツ車のその常識が当てはまらないというか、はい、こんな感じのインテリアになっております。続いて後席も見てみたいと思います。後席は小島店長がもう乗り込んでおりますけれども、いかがですか。いやでもラグジュアリー感ありますね。ただちょっと背もたれちょっとやっぱ硬い。あ、なるほど、うん、結構張りがある感じなんですね。張りがありますね。ただちょっと最初に申し上げてしまったんですけれども、はい、広さ的には、うん、この外観の寸法からすると、うん、ちょっと物足りないかなと。そうね、だから僕は、まあ、ザ日本人体格なんですけど、はい、ちょうどいいんですよ。これ多分海外の人だったら結構ね狭い感じしますよね、うん、だから、まあ、そういう方はもう一個上のクアトロポルテに行っていただいて。あ、そうかもしれないね、はい、うん、まあ、言ってもクアトロポルテの弟分的な立ち位置ですもんね、うん、
でもそう考えたらさ、クアトロポルテの弟分でこの装備だったらいいよね、はい、いやそうなんですよ、なんか全然遜色ないというか、うんうんうん、はい、一応168センチ、足は一拳ぐらい入ります。座った感じは全然ちょっと背もたれ硬いなって感じですけど、うん、全然大丈夫です。視界もいいですし、うん、ゆったりと乗れますね。長距離も全然大丈夫と思います。で今回の車は距離薄っていうこともありますけども、はい、あんまり後ろを使われてなかったみたいですね、全然使用感ないですよ、はい、後ろの使用感特にレザーの傷みなんかほとんどない感じなんで、はい、非常にコンディションがいい1台になっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 2979cc V6 ツインターボで、馬力の方が430馬力、トルクの方が580ニュートン。でこれあの前期だったりだとか、まあ、あとグレードがあるんですけども、前期はこれ410馬力ということで、はい、ちょっとパワーが後期、はい、中期以降か、はい、20馬力くらいアップしてると。でそのやつは330馬力だったりとか、はい、まあ、年式によって350馬力だったりするんで、うん、まあ、そこからするとかなりパワー出てるのかなと、うん、まあ、どっちにしろ結構なパワーですけども、うん、まあ、十分すぎる感じが。だからそのベースと S の差が結構、そうなんですよね、差がすごいんですよね。結構そのドイツ車とか、まあ、国産車でもそうですけど、うん、グレードでそんなに馬力違う車もまあないのかなっていう、まあ、もちろんその上にトロフェオもありますけれども、うん、まあ、S でかなり十分なパワーが出ているのかなと。で 0-100 4.9 秒、マックス286キロらしいですよ、はい、こんな感じのスペックになっております、はい、でちなみにトロフェオとか V8 でもう600馬力近いのなんかもありますけれども、そしてこれおなじみなのはフェラーリ組み立てのエンジンなんですよね。でこれあの3リッターの V6、まあ、簡単に言うと3リッターの V6 じゃないですか。でアルファのシリーズでも、うん、アルファロメオでも3リッターの V6 っていろいろ積まれてるじゃないですか、うんうん、だから結構アルファロメオのエンジンと同じじゃないですかって言われる、うん、そっちのイメージ強いよねらしいんですけど、アルファのエンジンとこのマセのエンジンってもうバンク角が全然違うらしいです。アルファのエンジンって90度バンクらしいんですよ、うんうん、それがマセだともうちょっと強角の60度バンクになって、うん、もう全然エンジンが別物らしいです。そうなんだ。でちなみにマセの方のこのエンジンはブロックなんかも違って鋳造のブロック使ってるんで、うん、もうちょっとその コスト的なというか、うん、まあ、そういうものを抑えた、うん、はい、エンジンになってくるそうです、うん、でこれに組み合わせるミッションの方が ZF 製、うん、ZF って言ったらもうドイツの超巨大サプライヤーですよね、うん、そこの発足オートマ、うん、でこれちなみに、まあ、いろんなバリエーションありますけども、うん、他バリエーションで BM の357、まあ、F 型ですね、うん、あとジャガーとかアストンとかジープとか、まあ、あともっと言ったらロールスとかアウディとかベントレーなんかにも使われてるミッションのマセラティバージョンのやつが積んであるらしいです、うん、だその辺の信頼性もすごくないですか、まあね、まあ、マセラティに限らずフェラーリのミッション、うん、イタリアのフェラーリだったり、うん、イタリアのミッションってどうなの、ハテナマークみたいなのもあるじゃないですか、うん、だそのイメージもすごく損してる気がするんですよ、うんうん、ミッションで言ったらものすごい信頼性高いものが積まれてる、うん、ということでこの辺の信頼性なんかもかなり高いのかなと、うん、あともう一点僕いいと思うのは、はい、エンジンがかっこいい車って最近ないと思うんですよ。なくないですけど、ね、ね、うん、数千万円出さないと、うんうんうん、こうエンジン開けて、あ、かっこいいエンジン積んでんねって、うん、もうかっこいいエンジン積んでるねっていう時点で、うん、相当マニアックな感じしないでもないですけど、いやいやいや、ないじゃないですか、うん、やっぱりでもさ、ここボンネット開けた時のそのなんかドキドキ感というか、最近の車ないですよね。ない車だ、うちが扱ってる車って比較的ある車が多いじゃない。で比較的そのなんか違うグレードのやつとか見ちゃうと本当寂しいのあるよね。国産車なんかだと結構カバー、全面カバーなんかも、はい、まあ、静音性のために付けられてたりしますし、うん、まあ、あとはドイツ車なんかでもカバーで結構ごまかされてる感のやつないですか、うんうん、あるあるある、なんかロッキードとか、うんうん、V8 をカバーでこう、うんうん、それがちゃんとこのヘッドですよ、うん、マセラティって入った、ね、これだいぶいいんじゃないかなっていう、だいぶいいと思うよ。やっぱ本当にこの前自分家の車の国産車のボンネット開けたんですよ、はい、えって思いました、ね、え、どういうことですか、スカスカみたいな確かに、スカスカみたいな、確かに確かに確かに、だからこの辺ってもう本当味だなと思うんですよ、うん、他のメーカー他の国にない、うん、ここ味だなっていう、うん、だこの辺ガレージにさ、はい、室内予感のガレージにこう開けておいても、いや絵になりますよね、絵になるよね、はい、うん、こんな感じのエンジンになっております。行きましょう、はい、いいですか、どうぞ。これもう一回冷静に考えるとヘッドライトとかもフル LED のアダプティブヘッドライトなんですよ、うん、まあ、E セグメントだと結構最初からいいヘッドライトついてることなんかもありますけども、うん、この辺なんかもついてるんですよ、うん、でしかももう一個中期以降がいい理由、はい、これパワーステが前期中期で全然違うの知ってます、小島さん。何が違う。前期は油圧パワーステらしいですよ、はいはい、後期になると電動パワーステになるらしいです、はい、漏れる心配がない。あ、
それね、それ大きい、それでかいですよね、それ大きいです、はい、でいくら信頼性高いって言っても、うん、ゴム類とかプラスチック類っていつか経年劣化くるわけじゃないですか、うん、そもそも漏れる心配のない、うん、まあ、電動パースで故障する心配はないとは言わないですけど、うん、漏れる心配は少なくとも中期以降はなくなってると、うん、ちょっと特性も多分違うと思うんですよね、うん、だ乗り比べできればいいんですけど、その辺はちょっとできないんで、うん、まあ、今回の車のレビューだけになりますけども、はい、そんな違いもあると。で途中でも触れたかもしれないですけど、高い安全性、はい、NCAP でしたっけ、はい、定番 の衝突安全、はい、5つ星らしいです、はい、あの信頼性も高いと、うん、はい、というわけでございます。いきましょう、うん、いろいろね、いろいろ告知はしてたんだろうけど、はい、僕たちの勉強不足もあるのか、あまり伝わってない部分もね。そうですね、イタリア車ってやっぱり台数少ない分、うん、あんまりこう正しく認知されてないっていうケースが多いんじゃないかなっていう、うん、そしてここまで見てくださった皆様ありがとうございます。お待ちかねのマフラーサウンドを走行でお届けしたいと思います。そこに関しては何も言えませんこれむちゃくちゃいい音するっすよね。そうですね、びっくりしちゃったっす。もうこれで、うん、言ったら、いいじゃん欲しいっていう人結構いると思うんですよ、うん、たっぷりお届けしますんで、うん、はい、お待ちください、うん、詳細はお伝えできませんけど、ね、はい、詳細はお問い合わせください、はい、ハンドルでかい。そしてなんだろうな、一応ね、はい、ノーマルマフラーあります。あ、ありなんですね。じゃあ、はい、今回は、はい、取り下げるという動画になってるので、はい、高速道路で行きましょう。行きたいと思います。なんかクリープがすごいこう速い気がします。本当ですか、はあ、なんか最近の車ってあんまりクリープないのとかあるじゃないですか、うん、クリープがしっかりある感じ。あとは僕勝手なあるあるでいいですか、うん、サイドブレーキの解除を、うん、ここについてるやつと、うん、ここについてるやつあるじゃないですか、うんうんうん、最近こっちの方がいいですけど、うん、思わずこっちのサイドブレーキ解除かなと思って、うん、この小物入れの蓋を開けちゃうっていういろんなのありますからね、はい、今本当に。よし、わあ、結構やっぱり幅感じるな。そうなの、はい、左ハンドルは久々だからじゃない。そうですね、それもあるかもしれないです。そして乗り心地は一応21インチですけど、うん、そんなにこう唐突な付き合い気は感じないです。タイヤの薄さはもちろん感じるんですけど、うん、やっぱりだからもう一個上のぐらいのセグメントな感じを受けますね、うん、5とか E クラスよりかも、うん、どっちかっていうと本当に S クラスまではいかないですけど、うん、1個手前ぐらいの中間なのかな。だから価格帯的にはそうだよね、うんうん、ちなみになんですけど、ざわつかせてしまった動画、うん、あれの影響はどうなんですか、うん、相場がってこと、はい、マセラティはどこに当てはまるんですか。マセラティはですね、はい、いや僕の一情報だけなんで、はい、ちょっとあれですけど新車、はい、どうですか、納期ありますよ、はい、新車ありますよって言ってたんで、あ、影響を受けなかったメーカー、影響を受けなかったメーカーだじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、じゃあ中古車相場もなんか極端に高騰したりとかっていうのはないと思います。あんまりなかったメーカーじゃないですか。はい、めっちゃスムーズ、こんなスムーズじゃないでしたっけ。あ、乗った感じはですね、これなんて言えばいいんだろう、ちょっとまた、あ、やっぱり違いますね、ドイツだと改めて乗ると。で今レーンキープ多分効いてるんだと思うんですけど、うん、結構強引ですね。そう、結構強引ですねこれ。マセラティのレーンキープはもう本当にね、はい、怒られてる感じでね、こらーっつってそうですね、結構はい、危ないですよ危ないですよってよりも、はい、危ねぞーみたいな感じでね。そうですね、うん、めちゃくちゃこう雑な言い方すると少しこうサポートの仕方がぎこちない、うん、ただ、いい意味で言うとしっかりこうグイッて曲げ、うん、戻す感じです。そうですね、で本当に今の最新のそのサポート系みたいにすごいきめ細やかに、うん、このサポートされてるのかされてないのか分かんない感じっていうよりかは、まあ、しっかりこう車の機能でサポートされてる感じがします。シート硬くないですか。あ、そうですね、シートはなんか乗り出すと余計感じます。硬い感じがします、はい、でフィッティングはフィットしないんですよね。で硬いで今乗った感じは本当になんかすごいアナログの感じますね、うん、本当に改めて他の国の車、うん、はいろんなそのサポートをしてるんだなっていうのを感じます、うん、でよりその車のその姿勢制御とか、うん、そういったものもものすごいダイレクトに伝わってくるんですね、うん、あ、そんな感じします。これ改めて乗るとそのいいっすね。
いいよ。今別に動画でこれなんかこの車売りたいとかそういうんじゃなくって、うん、味があるすごく。味がある。最近の車ってなんかみんな一緒じゃないですか言ったら、うん、全部一緒じゃないですけど、うん、なんかこの似てる感じあるじゃないですか、うん、もう本当に今の時期って本当にその当時だとちょっとその癖が強めなのが、うん、受け入れられなかったりとかってした時期もあったかもしれないですけど、今こそなんか一周回ってこの個性ってすごくいいよねっていう時代になってきてる気がします。そうそう、スポーツしてみますか。はい、やりましょう。行きました。はい、両方ともスポーツ。あー、そうですね。そんなに今の車みたいに激変するかっていうと、本当にちょっと少し味付けが違うぐらい、足が少し引き締まって、そんなにステアリングも結構重くなるですね。重ります。重くなります。なんて言って買いに入ってなかったら笑っちゃうんですけど、多分重くなってると思います。足回りそんな変わんないよね。いや、ちょっと硬いっすよ。あ、そうですか。助手席そんな感じしないけど、ただ今のドイツ車みたいにすごいなんかもう劇的に変わるって感じじゃないですね。本当に味付けが少し変わるぐらい。そしてじゃあ禁断のマフラーを閉じてます。はい、はい、ます。なりましたよ。やばい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 。これめちゃくちゃいい音してるじゃないですか。これ良くないですか。トンネル走りたい。でも俺さっきトンネル時に開けんのかなと思って。いや、帰りトンネル開けましょう。帰りね。すげえいい音してるんですけど、これ取れてるかな。うるさすぎない。屋根開けたら音拾うかな。超いい音してますよ。これちょっとすげえ。なんかフェラーリに近いことだね。いや、フェラーリまで行くとちょっと盛りすぎですけど、むちゃくちゃいい音してる。いいな。いや、見直しました。見直したって言うとすごい語弊のあるんですけど、でも言葉悪く言っちゃうと、そのさっきフェラーリとかランボとかマフラー変えてる車だと、はい、助手席に結構疲れんじゃないですか、はい、疲れないですね、いい感じ。そうですね、そうですね、うん、本当にこれ例えばあのご家族の方、奥さんが隣に乗っててもやめてよっていう感じはない。ああ、そうですね、全然ない。そうですね。いや、いいですよ。楽しそうね。楽しいです今回。幅は最初なんか結構引っかかってる、ね。引っかかってます。さすがに一面。そうなんだ。1950ってでかくないですか。いや、でもどうなのかな。そんな変わんないんじゃないの。S より幅あるんですよ。うん、ペダルあれなのかな、はい。どこの国が一番売れたんだろうね。売れてるんだろうね。どこですかね。でもマセで一番売れてる車なんですよね、これ。まあそうだね。そうなんですよね。過去類を見ないぐらい の生産台数らしいんですよ。うわー。いや、めっちゃいい音しますね。めちゃくちゃいい音してる。でも全然だね。S で走っても別にいい感じだね。でモードはこれスポーツのオンオフだけですよね。うん、で他の最近の車みたいにきめ細やかになんかインディビジュアルでとかってできないんですよね。こうあと ACE か ICE か、はい、エフィシェンシー。いや、ギブリ S だいぶいいっすね。今このモデルグレード体系じゃないんですよね、うん、じゃないね。 GT とモデナでしたっけ。そうなんで名前変えちゃうのかね。わからない、それやめてほしいですよね、うん、ややこしくなるから、まあ、GT がいわゆる素のグレードっすよね。で、モデナが今で言う、うん、今で言うこの車で言うとこの S ということで、やっぱスポーツ感を出したかったのかね、もっと。あ、 GT って言ったらちょっとスポーツっぽいじゃない。はいはいはい。だからノーマルでもスポーツ席ですよっていうのを出したかったのか。あ、スポーツモードオン。
マフラーバルブオープンです。はい、準備できました。はい、いきます。いいですか。はい、どうぞ。あ、そんなにめちゃくちゃびっくりするほど速くないですけど、気持ちいい。でもマセラティってそんな感じじゃない？爆発的なさ、はい、速さはないけど、はい、まあ音がこう聞こえてくる感じです。音もそんな速すぎないですよね。たまに音の方が先行っちゃってる車あるじゃないですか、うん、そんな感じじゃないですね。いや楽しい。あの前期のグランツなんか音が速かったじゃん。ああ、そうですね、音の方が先行っちゃってます。音が先行っちゃってるけど、いや、やっぱりこのぐらいアナログが僕は好きです。楽しいのね、はい、いや、パドルいいな。僕もパドルあんまり、ね、うん、触らないですけど、これはちょっとやりたいね、パドルでね。やりたくなりますよね。やりたくなる、うん、だこの操作感めっちゃいいんですよ、本当に。イタリア車のこのパドルの操作感天才的ですよね、本当に。この剛性と。じゃあ、あれかな、こちらの車をご購入いただいたお客様にツッチーからのおすすめはスペーサーと、でもローダウンちょっと未知数なんで、スペーサーはやりたいですよね。でも、うん、でこの乗り心地をさ、ちょっと失うのもちょっと嫌だよね。そうですね、そうですね。いいよね、これすごい。意外にこの電子制御の足回りは頭いいですね。頭いいっていうか、なんだろうな、適度なアナログ感が残ってるっすね、ちゃんと全部やってくれて、本当に路面を感じなくするんじゃなくて、うん、ただ行きの出た時にも少し言いましたけど、ちょっとそのサイズ感的なところはやっぱり、これはちょっと合う合わないのがあるのかなって思いました。ゆったりゆったりというか、広々はしてないよね。いや、広々してますよ。後ろ、あ、後ろっすね。だ、前運転席こんな広いのに、後ろ結構180のカメラマンが今乗ってると天井ついてるじゃないですか、頭、ね、でしかもえぐってあるところにこう頭してギリギリついちゃうぐらいじゃないですか。やっぱりその分の居住性って、その寸法その分のは取られてないんで、もう本当に 100% スタイリングに振ってんだなって。ただその分すごくドアが厚く作ってあったりだとか、あのちょっと芸術的なボディラインがあったりだとか、やっぱりそこをちょっと個性的なのがいいよとか、走って楽しいのがいいよとかってなってくると敵いないんじゃないかな。だってこの内装で全部レザーですからね。この下だけ唯一プラスチックぐらいですよ、あとドアの下と。でナビ使えない問題もちゃんと解決してるし、うん、これでもね、ちょっとね、ナビのここがカビカビになる問題っていうのがあるんですよ。え、ここがですか。そうそう、こっち、ここの画面が、画面のなんかクリア、あー、なんかそれ見たっすね、うん、あるね。え、それともどうにもなんないんですよ、ね、どうにもなんない。じゃあ先にフィルムを貼っといた方がいい。貼っといた方がいいかもしれない、もしかしたら。でもさ、貼り替える時でもカピカピになっちゃいそうですね。だからそれもあるかもしれない。それはちょっとね、まあ、それかもう全部剥がしちゃうか。あ、これはまあそうやって綺麗な状態なんですけど、液晶のトップコートがこれ耐久性あんまないってことですね。そうそうそう、そういうことですね。なるほど。この個体はまあ距離も薄いし、はい、はい、あと駐車環境結構よるんじゃないかなって。あるかもしれないですね。紫外線当たったりするとやっぱり劣化速くなるんじゃないかな。僕も早くも本当に個性的なんで、その合う合わないは結構あるのかな。どんな人に合わないですか。やっぱりこのなんていうんですかね、合理的なのを求めてる人に合わないんじゃないですか、うん、快適だったり。そうですね、今日このサイズだったらこの居住性でが、うん、あった方がいいよねとか。同じ価格出せばもっと装備がいい、うん、まあ、ベンチレーションがついてますとか、うん、例えばそのサポート系ももっと自然にやってくれる車だったりだとか、うん、あると思うんですよ。あとはそのメンテナンスの部分においても、やっぱりこのイタリア車って、まあ、ディーラーも数も少ないし、例えばパーツの手配なんかも、小島さん分かってますね、来るなと思ったんで、パーツの手配なんかも、まあ、時間かかるケースもあるじゃないですか。うわー、うわー、
わあ。言っときますけど、めちゃくちゃ飛ばしてそうな音してますけど、普通ですからね。そうそうそう。なんか200キロぐらい出してそうな音してますけど、サーキットにいそうな感じで、ね、そうですね。なんか本当にでも Vlog っぽくないっすね。なかなかこの高音が出る Vlog ないと思うんですよ。ないね。いやーこれなんか音綺麗に撮れてたらいいな。TPO に合わせてマフラー閉じます、はいはい。まあもう無音、嘘です。でも閉じたら、いやもう全然全然、超超静かですよ。静かですね、はい。いやいいな。だ本当にそろそろみんなあれじゃないですか、無駄って言ったらあれですけど、もうちょっと合理的じゃなくていいんじゃないのかなって思います。ましては今後よりそれが少なくなってくるわけじゃないですか、そういう車が。そんな中ってやっぱりでめちゃくちゃ個性的だし、うん、まあしっかりその信頼性もあるし、うん、それはあるよね。いやいい車でした、ありがとうございます。もう終わり、はい、もう満足。お腹いっぱいです。お腹いっぱいです。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、最高でした。最高でしたね、はいはい。やっぱりこの辺の年代って今めちゃくちゃいいんじゃないかなって勝手に思ってるんですよ。なんかちょうど中間のとこでね、古さもあり、古さもって言い方変だけど、ちょっとそのね、先代なんか最新なところと融合してるっていうかね。でこれより前の世代になると、特にイタリア車とかイギリス車って、うん、いろんなネックなとこが出てくると思うんですよ。例えば、まあ、ナビの移りがとか、はい、ナビがめちゃくちゃ使いづらいとか、うんうん、ちょっとそのメカニズム的な信頼性どうなのっていう、うん、結構ないですか、うん、あったりしますね。だから本当に本当にがっつりこう組み合って付き合っていかなきゃいけない車、まあ、そこまで、ね、古くなったらあれかもしれないですし、だから逆に言うと これからこう車が電気化いろいろなっていく中でのしばらく持っててもあんまり壊れないんじゃないかなっていうところ、うんうん、ラインでもありますしね、うん。まあ、あと味がめちゃくちゃ残ってると思うんですよ、そのアナログのメーターだったりエンジンだったり、うん、まあ、もちろんそれに控えそのボディがちょっと大きすぎるだとか、うん、まあ、イメージ的なものもあるかもしれないですけど、まあ、この辺見返していただけると、うん、意外にいいじゃんなんて思っていただけるケースもあるんじゃないかと思いますんで、うん、ぜひぜひカスタマイズ含めね、はいはい、ご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。というわけで今回はマセラティギブリエスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。